松本隊エレベーター殺人事件消えた死体夜更けの対象ビルは墓地のようにひっそりとしていた5階の一室で仕事を続けていた細川は背後に人の気配を感じてぎょっとして振り返った。 廊下に面した扉が5寸ほど開いて花の若い老人の顔がぬっと現れたなんだ塚本かびっくりさせるじゃないかわしもびっくりしましたよもう1時半だから帰ろうと思って最後の見回りに来たら明かりがついているんで泥棒かと思ってね夜景の塚本老人は 目をしょぼしょぼさせて部屋の中を見回した明日事務所へ出てこられないんで夜行をやっているんだよもうすぐ済むところだあなたはいなすったんだねわしゃ知らなかったものだから今しがた訪ねてきたお客さんにもう帰りなすったと言ってしまったんですよ今頃僕を訪ねてくるなんてどんな男だ 洋服を着てダイヤのネクタイピンなんかひけらかした立派な旦那でしたよ。わしがいねえいねえって断ったのに、無理やりにエレベーターの方へ行ったんですがね。ここへ来ませんでしたか。僕は知らんよ。誰も来やしない。おかしいな。塚本老人はうさんくさそうにもう一度部屋の中を覗き込んで、 首を振りながら立ちフッ <laughs> 酔っ払い親父め何を寝ぼけて嫌がるんだ細川は肩をすくめて再びタイプを打ち始めたが過労のために神経が尖っているせいか妙に気が落ち着かず何かが起こりそうな予感に脅かされていた突然卓上電話のベルが鳴り出した細川はピストルを撃たれたようにピクッとした だが電話は言い名づけの島子からだったので、彼のこわばった方に微笑が浮かんだ。まだお仕事をしていらっしゃるの？いい加減に切り上げていらっしゃいよ。これからが面白いところなのよ。私お迎えに行ってあげましょうか？細川はハれバれとした声を聞いただけで、彼女の美しい上気した方を感じることができた。とても忙しいんだね。 何しろ明日一日分の仕事を片付けてしまわねばならないのですよ明日は小田原へ出張ですから相変わらずあなたは仕事第一なので、ね、今度のワルツのパートナーは誰だか知っていらっして私倉田さんと踊っても構わないそう <laughs> 心配なされなくてもいいことよ本当は倉田さんに申し込まれたんですけれども それを断ってあなたに電話をかけているのよ。今晩お会いできないあなたが来られなければ私がそこへ行ってあげましょうかお土産持って。来ていただきたいのは山々だけれども、それじゃ仕事ができないからな。これから重要な手紙を2本書かなければならないんですよ。まああなたは僕の分も愉快に遊んでください。ではみんなによろしく。 みんなはあなたを仕事の虫だと言って憤慨していてよ電話はそれで切れてしまったその晩は大学時代の同窓相原陽一のうちの舞踏会で遊び仲間がたくさん集まっているはずであった細川は受話器を置いて再びタイプライターに向かったがちょっとの間相原家のにぎやかな客間の光景に仕事を邪魔された 一座の中心になっている志麻子と相原の妹の咲子ダンスなどはそっちのけにしてむやみに乾杯している相原と立山ダンスが得意で婦人連に人気のある倉田細川はどういうものかその倉田という男を虫がすかなかった細川が最後の手紙を書き終わった時壁時計が11時を打った 夜景の塚本老人は10時半を最後の見回りとして帰宅してしまった細川は思いのほか遅くなったのに気がついて慌てて帰り支度をした廊下の突き当たりにある自動式のエレベーターのボタンを押すときしみを立てて鉄柵の箱が上がってきた勢いよくドアを開けて片足を突っ込んだ細川は「あっ」と叫んで飛び抜いた。 薄暗いエレベーターの羽目板に寄りかかるような姿勢で黒っぽい背広を着た見知らぬ男が倒れている乱れたシャツの胸元が真っ赤に染まってネクタイピンのダイヤが猫の目のように乱ンと光っている塚本が僕を訪ねてきたと言ったのはこの男に違いない誰だろう一体どうしたんだろう トスタのことでどうしようという考えも浮かばないうちに、今出てきたばかりの事務室で電話がけたたましく鳴り出した。細川は駆け戻って受話器を耳に当てた。もしもし、そちら対象ビルはい、そうです。どなたですどうしたのか、電話はそれっきり切れてしまった。 細川は警察へ電話をかけることを思いついて交換手を呼び出そうとしたがどうしても通じない耳の奥でじいじい響いていた音まで消えてしまった電話の故障である仕方なしにこわごわエレベーターへ引き返した細川は2度びっくりした死骸の入っていたエレベーターがいつの間にかなくなっている 君が悪いな死人がボタンを押すはずはなしどうしてエレベーターが動いたんだろう細川は鉄柵に顔を寄せて奈落の底のような暗い穴をのぞき込んだその時悪魔のような陰惨な交渉がどこからともなく聞こえてきた細川は恐怖に顔をゆがめて 裏橋越え走っていった二人の5階から下まで一気に駆け下りた細川が前みたいの冷や汗を拭いながら横手の戸口から表通りへ出ようとすると見覚えのある自動車が止まっていたそれは相原家のパッカードであった細川のやつけしからん 仕事にばかりかじりついていやがってそうだなああいう浅ましいやつはうい目に合わせてやれやつは驚くだろうぜ学生時代からの親友相原と立山とがだいぶ命酊してペーブメントでスクラムを組んだまま盛んに細川をこき下ろしているその様子を見た細川はこみ上げてくるおかしさをかみ殺して 足音を忍ませながら裏通りへ逃げていったそうだったのかあの死骸は偽物だったんだななるほどね白シャツの血と見せかけたのはブドウ酒かハハハハハハハヤさんたち僕がびっくり仰天するのを見て大いに笑おうという思考だったんだなハハハハハハハ細川は 友達の裏を書いたことを考えてむやみと愉快になったそして通りかかったタクシーに爆笑を乗せて木戸に着いた飛鳥山下で自動車を降り雨戸を下ろしたタバコ屋の横の狭い路地を抜け神社の境内を横切って溝の淵へ出るとコンクリート建てのアパートがある細川が石門を入りかけた時 不意に物陰かかからら現れたた。人の男が左右から襲いかかってきた最初細川は丸の内のペーブメントに残してきた友人らのいたずらの延長かと思っただがそれは身も知らぬ労働者風の男たちであった何をすするる人違いするな細川は相手の手の下をくぐって組みついてきた男を振りもぎっている間に したたたかのをび階幹は石のように押しだまって執ように攻撃してくる3つの影がくんずほぐれつしてゴミ箱を蹴飛ばしたりトタンベにぶつかったりして無言の格闘を続けているところへ日の晩と巡査が駆けつけてきたそれと見て2人の階幹は細川を突きのけてバラバラと神社の方へ走っていったどうしたんです 巡査さはむっくりと起き上がって後を追おうとする細川の腕をつかんだ僕はこのアパートに住んでいるものですがあの二人がいきなり飛びかかってきたんです細川は息を弾ませながら言った二人というのは何者です全然知らない奴ですうんこの説流行る追いはぎからな,なんだ とかままえてやろうじゃありませんか威勢のいい広の番が先になって走っていった3人は石畳の小道から往来へ出たがそこにはもう人影はなく並木の上に背伸びをしている街灯がさびれた往来をぼんやりと照らしているばかりであったああの自動車じゃありませんかね日の番の指さす1丁ほど先の街角から 黒いフォードが爆音とともに滑り出たまさか自動車へ乗ってくるオオヤもあるまいがなと巡査がつぶやいた横丁から出てきた男が2人あの車へ飛び乗りましたぜと日の晩が言った巡査は細川を顧みて何か取られましたかい,いえそんな暇はありませんでした そりゃあ結構でした近頃は全く物騒ですよどうもありがとうございましたいいところへ来ていただいて助かりました細川は巡査に礼を述べてアパートへ帰った頭や肩に23か所ステッキを受けたが帽子をかぶっていたので大したけがはなかった彼は 相手がまるで待ち伏せでもしていたように門の陰に隠れていたことを思い合わせただの追いはぎではないような気がしたと言って人から恨みを受ける覚えはなし結局人違いであったかもしれないと思いながら床に着いた死骸の身元 翌朝細川は早い汽車で小田原へ向かった要件の内容は分からなかったが彼の経営している朝日貿易商の資本主林夫人から至急面談したいゆえ午後11時までに小田原駅前の春水亭旅館へ出向くようにという手紙であった林夫人は夫の林公造が病心のために熱海に引きこもっていて のはにへも出てこなかっし林夫人はまだ来ていなかったが春水亭の主人ははやしさんのおおおままには毎度ごひいきにににいいごきかかっててりりす。すつもうでででななら、やがておになるでしょうと言った細川は女中に案内された離れ座敷でたばこを吸っては時計を見ていた。 11時という約束が12時になり1時となった幾度もお茶を入れ替えに来た女中は「お連れ様はどうなすったんでございましょうねお昼のお支度はもう少しお待ちになりますか?」と気の毒そうに言ったせっかく待ったんだからもう30分ばかり待とう林さんの奥さんは時々見えるかい ええー、二三度お食事においでになりました。ご自分で自動車を掃除をなすったりして、なかなかスマートでいらっしゃいますわね。やはりお長く外国にいらした方はお違いになりますわ。どうだね。僕はスマートには見えぬかね。もっとも外国には行ったことがないんだが。その上外国へなんかいらしたら、 綺麗なお嬢様や奥様方がいよいよ泣かされてしまいますわ。<laughs> おいおい、僕はそんなんじゃないんだぞ。林夫人とは商用で会見するんだ。さあもう一時半になった。仕方がない。飯を食って熱海まで出かけるか。細川は、 宿の者たちが自分と林夫人とが相引きでもするように勘違いしているのに気がついて苦笑した。彼はわざわざ事務所を休んで出かけてきたのにそのまま帰郷しては無駄だと思い、食事を済ますと番地だけを頼りに熱海の林家を訪ねることにした。ところが夕方近くなってようよう訪ねあてた林家は玄関にも裏口にも城が降りていて、 留守番の者も,もいなかった念のために門のそばのガレージをのぞくと新型のしぼれが入っていて座席の隅に見覚えのある赤色の裏のついたハンコートとネズミの革手袋が流げ出してあった誰もいないとは怪しいな確かに外出するつもりだったらしいのに病人だとかいう林氏はどうしたんだろう 細川は1時間近くもうちの周りを歩いていたが誰も帰ってくる様子はなくだんだん辺りが暗くなってきたので疑問を抱いたまま停車場へ引き返した彼は東京行きの列車に乗り込むと隅の席に腰を下ろしてプラットフォームで買ってきた夕刊を広げた第一に目についたのは「エレベーター内の開始隊」という書号見出しであった。 おや大正ビル細川はまわたきもしないで一気にその記事を読んだ友人のいたずらとばかり思い込んで今まですっかり忘れていたあの紳士の死骸は本物であったのだ朝8時に出勤したエレベーター係が故障を発見し機械工が来て修繕を終わったのは午後10時その時になって初めて。

ダイヤのネクタイピンが光っていたし時計の鎖も直機のボタン棚にうねっていた「待てよ」すると僕が見たあとで誰か死体に手を触れたものがある細川は前夜の不気味な悪魔の交渉を思い出してぞっとした彼は東京に着いたら早速日比谷署へ出頭するつもりであったが その前に志麻子に会いたいと思って渋谷駅からタクシーを飛ばして東北沢の瀬戸口家へ赴いた志麻子は細川の顔を見るなり「大変よ相原さんと立山さんが警察へ引っ張られているのよ!」あなたあの事件を知っていらっしゃるでしょう。エレベーターの。と早口に言った警察 ああの二人ががエレベータータ事件とどういうい関係があるんです私そんな途方もないことは信じないんですけれども警察ではあの2人が酔っ払って自動車を運転し通行人と喧嘩をして殺してしまったものだから死骸を対象ビルへ運び込んだのだろうというのです2人はあなたを腕力でさらってくると言って出かけたんですが途中スピードを出しすぎて刑事を引き損なったんですって それがたたったんですわ。そんなバカなことがあるもんじゃない。実は、ゆうべ11時に、僕はあの死がいを見たんですよ。もし二人が犯人なら、一旦上へ上げた死がいをもう一度引き下ろして、ネクタイピンや時計などを取るはずはない。僕は確かにダイヤのネクタイピンを見ました。あなたは死がいを見たんですってそして、 ネクタイピンがありましたってそういえばあなたは今日林夫人に会いにいらしたんでしょその方のお旦那様は林幸三とおっしゃるんじゃないことええー、そうです林幸三しかし僕は一度も会ったことはありませんけれどもあなた知っているしってエレベーターの中で死んでいたのは その、林構造という人なんですって。たった今、ラジオのニュースで言っていましたわ。そりゃあ驚いた。あれが林構造だとは知らなかった。それで林夫人が来なかったのかな。だが、本当に林構造かしらどうも信じられない。何かの間違いじゃないかな。間違いではないでしょう。 あなたも知っっていらししゃるでしょ。鎌倉夢子という有名な女役者ねあの人が警察で死体を見て林構造だと証言したんですって相原君の家で進行しているあの駅舎ですねそんなことよりも殺されたのが林構造だとするとこれは面倒になるぞ困ったな僕はことによると この事件に巻き込まれるかもしれないしまこさんあなたはどんなことがあっても僕を信じてくださいねおかしな方ねなぜそんな決まりきったことを改めておっしゃるの死体の発見された場所が場所だし昨夜は僕一人で11時まで事務所にいたしあらあなた11時まで事務所にいらっしゃったのなら どうして私のの電話に出てくだされなかったの私相原さんと立山さんが酔っ払ってあなたのところへ押しかけて行ったからどうなすったかと思って電話をかけたのよあああの電話はあなただったのですか僕はあの時ちょうどエレベーターの死骸を見つけたところだったのですさあ僕はこれからすぐ警察へ行ってこなければならない島子さん 本当に僕を信じてくださいね。細川の言葉が途切れた時シマ子は部屋の中を黒い天使が通っていくような気がしたシマ子は不吉な予感を払いのけるように相手の差し出した手を固く握り返して「え私いつだってあなたを信じていますわ」と言った。 記者志麻子の家を出た細川は事によると林夫人から手紙か電報でも来ているかもしれないと思ったので警察に行く前に一旦滝野川のアパートへ帰った受付の老人は細川を見ると眼鏡をかけ直して机の上を探していたが硯箱の下に差し込んであった紙切れを取り出して お手紙も何も来ていませんが、こういう方が夕方から二度も訪ねてお出になりましたよ。えーと、鎌倉夢子さんというご婦人です。と言った。僕に何の用があるんだろう。会ったこともない人なんだが、急なご用だそうで。ああ。 まままたおめえになりまたおおええににななりましたよ老人は玄関で肩掛けを外している小柄な婦人の方へ目をやった黒い皮膚を着た中年過ぎの婦人は細川を見ると前々から話し合っているような着やすい物腰で密密に話したい要件がある旨を述べた細川は彼女の来訪がエレベーター事件と関係があるように直感したので 開の応接前へ通した。鎌倉夢子は椅子に腰を下ろすなり茶色の目で細川の顔を見据えながら「あなたは今警察へ出頭しようとしていらっしゃいますがそれはおやめにならなくてはいけません」とほとんど命令するように言った警察へ事実を報告するのは市民の義務だと思いますがなぜそれがいけないのです僕は、 警察へ留置されている二人の友人を救わなければならないのですその点はご安心なさいあの二人は嫌疑が晴れて釈放されました警察で探しているのはあなたと林珠子ですそりゃあおかしい僕は昨夜べ遅くまで事務所にいたから一応疑われるのは最もですが林夫人が容疑者というのはどういうわけでしょう 警察ではこの事件の動機を三角関係と見なしておりますつまりあなたとタマコが共謀で恋の邪魔になる林を殺したという推定なのですもちろん私はあなたの潔白を信じておりますが今あなたが逮捕されてしまうと事件が紛糾して真犯人を逃してしまう恐れがあるのです それゆえ一時あなたに身を隠していただいてその間に私どもはタマ子の行方を探さなければならないのです林夫人がどうかしたのですか今朝から行方不明になっております一体いいあなたはどうしてこの事件にそんなに興味を持っていらっしゃるのです実のことを申し上げますと 私は林を上海時代から知っておるのでございます細川はこの不思議な訪問客の真意を図りかねたが自分を制止している茶色の瞳にいささかの悪意も見いだしえなかったしそれに友人たちが釈放されたとすれば自ら好んでこの事件に巻き込まれる必要はないと思った夢子は細川の気持ちを読んだらしく 黒いハンドバッグの中から札束を取り出して「身を隠すといっても早速に必要なのは現金ですからここに200万円用意してまいりました」「他人の金を受けたるのが嫌だとおっしゃるなら引き換えに小切手でも書いていただきましょうか」と言った鎌倉夢子は細川の書いた小切手を折りたたんでハンドバッグにしまうといすを離れた」 立ち入ったことを伺うようですがあなたと林構造氏とはどういうご関係なのです細川は相手の顔を探りながら尋ねたあなた対林たまこと同じような関係です鎌倉夢子は謎のような言葉を残して立ち去った自分の部屋へ戻った細川は彼女が 自分と林玉子との関係をどの程度まで知っているのだろうと思ったそんなことよりもた子は一体どうしたんだろう夫の変死を知って姿を隠したとは思われないだが誰が僕とた子のことを警察へ残訴したんだろう彼がそんなことを考えているところへ即達郵便が届いたそれは 見覚えの細川は鉛筆の走り書きを読むと手紙をポケットに突っ込むなり慌ててアパートを飛び出したそれとほとんど入れ違いに2人の刑事がやってきて電灯をつけっぱなしにした細川の部屋へ入って明け方まで張り込んでいたが彼はとうとう帰ってこなかった。 第2の殺人最初容疑者として挙げられた相原と立山はこの事件とは全く無関係なことが判明してその晩のうちに釈放された彼らは単に水曜の倒れから対象ビルの外に細川を待ち伏せしていて不意に頭から街灯でもかぶせて自動車に乗せ舞踏場へ連れ込もうという計画だったに過ぎなかった それからすでに3日を経過したが警察では何の手がかりをも得ることができなかったこの事件の有力な関係者と目されている細川および被害者の妻林珠子は厳しい捜索網をくぐって完全に消え失せてしまった熱海の林家は乱雑に取り散らされ箪笥や机の引き出し 戸棚の隅々までひっっき回してあった。夫人は外出の支度半ばで急に家を出たらしくハンドバッグが玄関に置きっぱなしになっていたしハンコートや手袋などが自動車に残してあった女中は風邪をひいて実家へ帰っていたために事件発生前後の負債の行動を明らかにすることはできなかったが主人の林幸三は別段病人らしい様子はなかったにもかかわらず なぜかほとんど庭先にも出たことがなかったと証言しているお二人とも大変お静かな方でしたが一度男のお客様があったあとで激しく言い争いをなすったことがありましたその時にはなんだか朝鮮語だか品語だかを使っていらっしゃいましたからどういうことなのかさっぱり分かりませんでしたと付け加えたなお 不妻の騒論を醸した訪問者については性の高い恐ろしい顔をした男だったという以外特別の記憶はないと申し立てたエレベーター事件を担当している矢走警部がこれまで集めた材料を前にして視案にふけっているところへ戸塚署から電話がかかってきた今朝館内の空き地で256の労働者風の男の他殺死体が発見されたんですが 例のエレベーター事件と関係がありそうだから見に来てはいかがですそれはありがとうすぐ出かけます矢橋警部はそれから20分後戸塚社の一室で司法主任と滞在していた死体を発見したのは付近の魚屋の小僧で空気銃でスズメを撃って歩いているうちに 富山ヶ原のはずれの空き地で見つけたんですが鋭利な刃物で胸をひとつきにやられている具合がエレベーター事件に似ているではありませんかそれに現状に息してあった帽子が例の手配中の細川の持ち物らしいんです細い黒いリボンのついた緑色の中折れ帽子で 内側に「放送川」と書いてあるんですそれからもう一つはこれですよ確か事件のあった大正ビルの夜景は「塚本」と言いましたっけねと言いながら司法主任はしわくちゃになったハトロン氏の封筒を差し出したそれには「麹町区丸の内中通り大正ビル塚本」と 拙ない鉛筆文字でアテナが書きかけてあった。スカモトというのはあそこのやけですが、これはどうしたんです？被害者のズボンのポケットに入っていたんですから、被害者の書いたものと思われます。差出人の姓名は書いてありませんが、手紙を受け取るほどの交渉があるなら、スカモトを調べれば被害者の身元がわかると思います。 なるほどエレベーター次元と密接な関係がありそうですなと矢走警部はうなるように言ったそれからこういう奇怪なことがあったんです被害者の口から血が流れていたので調べてみるとこれを頬張っていたんです司法主任は紙に包んだダイヤモンドのネクタイピンを示した これは本物だ。どうしてこんなものをくわえていたんでしょういずれ盗んだ品でしょう。あんなみすばらしい風体の男がこんな高価なものを所持しているはずはありませんからね。ネクタイピンを口の中へ。矢走警部はエレベーター内で殺されていた林構三が。 懐中時計からカフスボタンまではぎ取られていたことを思い出しこのネクタイピンも林の所持品の一つであったかもしれないと考えたその他の被害者の所持品はちびた鉛筆銀どうか取り混ぜて1円18銭バットの箱にタバコが3本入ったきりで身元を語るようなものは何にもなかったしかしコールテンのズボンをはいて ネズミ色の運動シャツを着た男の死体を一見した矢走警部はどこかで見たことのある顔だと思った矢走警部は巡査の案内で現場へ赴いたアスファルトの大通りから畳屋と煎餅屋の間を入っていくとボール箱を干したり流しを並べている古長屋がゴミゴミと押し合っているその路地の突き当たりの看護婦会の看板の出ているところから 富山ヶ原の台地になっている。左手の倒れかかった檜ノキ垣を境にして雑草の伸びた空き地が遠く川べりまで続いている巡査は鉄条網を靴で蹴りのけて空き地へ入っていった現状は崖下の古材木の影であった死体の終わった場所帽子の落ちていた位置には目標に竹の棒が立ててあった。 踏みにじられた雑草の周囲を歩き回っていた矢走警部は巡査を顧みて被害者のポケットにはマッチは入っていませんでしたかと尋ねたいいえ所持品はさっきご覧になっただけです犯行のあったのは夜中の12時前後という推定でしたっけねゆうべは風のない静かな晩だったと思いますが 検視の時誰かここでタバコを吸いましたか矢走警部は足元に落ちていた数本のマッチの燃え殻を拾い上げたいや誰もタバコはやりませんでしたここに落ちていた帽子の主は直接の下手人ではないようですねもし細川が犯人とすればここでマッチを3本も吸っていながら 自分の落としたしを見つけないでいくはずはないい。でくははずかし帽子がここにあったということは細川が現場にいたということになりますな帽子は犯行後に持ってきてマッチは死体と帽子の位置を見定めるためだったかもしれない矢走警部は戸塚署の巡査を返してしまったからもう一度現状を調べ直した。 遠くに聞こえていいたラジオもいつか止んで、折々自動車の警笛が往来の方から聞こえてくるだけで空き地の一帯は世間から忘れられたようにひっそりとしていた赤土の崖の上に緑がこんもりと茂ってその上に5月の青空が広がっていた濁ったドブ川のヘりを歩いていた山尻警部は思い出したようにタバコに火をつけた 水面に投げ込まれたマッチの燃えらは彼の足元から1メートルばかり流れていってすっと土手下へ吸い込まれていったおや<よ>それを見守っていたシリ警部は四季島の袋を裂いて水面へ投げた紙切れは少し流れていってマッチと同じ場所で消えてしまった調べるとそこには壊れた水門があって そこから水が地下へ流れ込んでいる。矢走警部はその時初めて空き地の外れにある高いトタンベの奥に立ち腐れになっている木造の工場に気がついた彼はトタンベの破れ目をくぐってがらんとした紙すき工場の周囲を一巡した建物の出入り口は何年も開けたことがないと見えて城前は赤く錆びつき 窓ガラスは一枚残らず壊れていた矢走警部はこれという収穫もなく30分ばかりして日比谷署へ帰ったあらかじめ電話で手配しておいたので対象ビルの夜景塚本円蔵が刑事部屋で待っていた詰め襟を着た六重格好のその男は椅子の端に腰を下ろして手の甲で口の端を拭いたり目をこすったりしていた 爺さん、昼間っからだいぶいい機嫌じゃないか山尻警部はからかうように言ったへえおかげさまで、ね、老人は酒臭いしゃっくりをしたエレベーター事件以来じいさんは急に景気がよくなって昼酒を買っているという評判だぜ一体その福の神はどこから舞い込んだんだ 老人は上目遣いにちらっと矢走警部の顔を見て生唾を飲んだ警部は握っていた手紙を老人の鼻先に突きつけて「これはどういう意味だね竹之内の宿根、ね、もう一枚五分発願います」「さもないとこのじじいの口が滑りますぞ」とね これはお前が細川のところへ出した手紙ではないか細川のところへ来る手紙はみんな警察へ上がっているんだ。隠したってダメだ。え何を知っているんだねへえ、まことに申し訳ありません。実は何にも知っちゃおらねんでございます。あの死骸の見つかった日に、 10円口止め料を送ってくれたもんですからまたいくらかのみ台にありつこうと思ってそんなふうに書いたんでござんす。口止め料を送ってくれたって細川がよこしたのかへええ、名前は書いてござんませんでしたけれどもたぶん細川さんがくれたんだろうと思いまして。 もとととがうけっったたたいそんをささせてみるれれはあきじの封筒と同じものでしか筆筆た。老人は細川が当夜遅くまで事務所に残っていた事実と新聞紙上に現れた警察の推定とを総合して10円の口止め料を送ってよこしたのは細川であると独り勝手していたのであった。 矢走警部は塚本を戸塚署へ連れて行って例の身元不明の他殺死体を見せた旦那わしは知っていますこの男は3年ほど前にわしのうちに下宿していた西亀吉ですそのころは芝の印刷工場に勤めていましたっけかわいそうに。 なんでこんなことになったんですそういえば旦んない出しましたよ。あのエレベーター事件のあった晩、わしは事務所の階段下でこの男とばったり顔を合わせしばらく立ち話をしましたっけ。確かあれは10時半近くでした。そうかそれで俺に 会ったことは内密にしておいてくれと書いてあったんだ印刷工それで僕も思い出した矢橋警部は胸に仕えていたものが通ったような気持ちで膝をたたいた西亀吉は3年前に労働争議を起こして工場を追放された左翼の男でその折数日勾留したことがあった 疑惑麻子は三日三晩一歩も家を出ないでひたすら細川からの消息を待ち暮らしていた電話のベルが鳴るごとに胸を躍らせて受話器を取り上げるのであったがその朝3度もかかってきた電話はいずれも相原咲子からで麹町の自宅で催される園遊会への招待であった。 シマ子は人中へなど出る気はなかったが午後になって咲子自身が自動車で迎えに来て無理に誘い出されてしまったその日は咲子の両親の銀婚式で実業家関係の友人とその家族たちが広い庭園の底こ,ここに紅白の幕を巡らした余興場や模擬店を埋めていたシマ子の親しい友人たちは 沈みがちな彼女の気分を引き立てようとしてことさらに冗談口を聞いたりして言い合わせたように細川のことに触れないでいるのがかえって島子を寂しくさせた島子はその日の呼び物になっている仲良し座の衝撃が始まったのをうにそっと藤棚の横の小道へ出た夢のように揺れている薄紫の花の間に池の噴水が七色のしぶきを散らしていた 子さん、とうとう引っ張り出されましたねどうですその後消息がありましたか不意に声をかけられてしま子がびっくりして振り返るといつの間に来たのか後ろに倉田が立っていた細川さんのことを尋ねてくださったのはあなた一人だけよ親切なんだか意地が悪いんだかしま子の唇に皮肉な微笑が浮かんだ 始終気になっているからつい本当のことを口に出してしまうんですよ鎌倉とかいう女駅舎に見てもらったんですってねあなたのようなインテリ女性でもこうなると迷信が出るんですかねそれで駅には何と出ました藁にでもすがろうとしている時にはどうせろくな駅は出ませんわ細川さんは決して犯人ではないが 林夫人のために事件に巻き込まれたんですってけれども細川さんが林夫人に対する気持ちは兄が妹に対する以上のものではないから彼を信じていろと言いましたわそれは妙な言い方ですね若い男女が兄弟でもないのに兄弟の愛情を保ってゆくなんて少し小説めいているではありませんかそれとも細川君は 身寄りが少ないので妹を一人こしらえたのかしら若くてきれいでお金持ちで嫉妬深い旦那さんのある妹をね私こんな中途半端な気持ちであるのは耐えられないわ愛は絶対でなければならないのに中途半端なんていう気持ちでは困りますねあなたはあの晩僕とのワルツをすっぽかして細川君に電話をかけたでしょ あの時細川君は殺された男の崔君と事務所で会っていたんですよだからあなたに来られては困ると言ったんですどうしてあなたはそんなことをご存知なの僕はこの事件について世間の知らない内情を知っているんですあなたは鎌倉夢子という女駅舎がどうして死体を林構造だと鑑定したかご存知ですかあの女は 林の昔の上婦だったんですよそれからこれは別の話ですが細川君は塚本という夜景に弱点を握られて度々金をゆすられたということですよ細川さんが姿を隠している間はいろいろ不利な風説が立つでしょうが私は全てが拡張されるまでは信じたくありませんわそれよりもあなたは どうしてあの晩細川さんの事務所に林夫人がいたということを知っていらっしゃるんですじゃあ言いましょう。僕はそのことを殺された当人から聞いたのです。林とは友人というほどではありませんが、土地売買のことで婚意にしておりました。僕はあの晩、相原家の舞踏会に出席する前に林と会って一緒に食事をしたのです。 その時林は家庭の面白くない事情を訴え自分の崔くんと細川君との関係を疑っているような興奮を漏らし2人が事務所で相引きをすることを嗅ぎつけたから現状を取り押さえるつもりだと言って非常に興奮しておりました志麻子は血の気のうせた唇を噛んで倒れかかった体を藤棚の柱に支えた考えてみれば 林夫人も悩みが多かったでしょうそれで自然と細川君の同情を呼ぶような結果になったんでしょうね何しろ相手はシナ人なんですからシナ人林構造というのは実はシナ人の林高原ですタマ子は上海でダンサーか何かしていて林と結婚したんですよ 僕は細川くんに限ってそんなことはないと信じていますから、あなたのことまで引き合いに出して林をなだめ、ことにその晩は相原家の舞踏会に出席しているはずだから、事務所へなんか押しかけて行っても無駄だと言ってやったくらいです。もうたくさんです。それ以上おっしゃらないでください。島子さん、どうか誤解しないでくださいよ。僕は決してこんなことは他人の前では公害しません。 あなたの味方として事実をお耳に入れただけのことです。僕は自尊心を傷つけられたあなたに心から同情しているんです私失礼させていただきますシマ子はなおも後を追ってこようとする倉田を振り払うようにしてにぎやかな余興場へ入っていったが人波をくぐって植え込みの間から裏門の外へ出てしまった彼女は 細川と林夫人との忌まわしい風説をこれまで耳にしないではなかったが嘘にせよ本当にせよ細川自身の口から直接に聞きたかった島子は地の果てまでも見下ろしている大空に向かって訴えた瓦礫き塀の上に生い茂っている樹木を揺すっている夕風が彼女の襟元を冷たく吹き過ぎていった島子は 細川に対する信念が倉田の言葉によって多少なりともぐらつきかけたことを悲しく思った地面から這い上がった男晴れた星空に雲が走って夜風は富山ヶ原の雑木を鳴らしていた秋工場の脇の草むらに倒れていた死骸が 高価な宝石を甲虫に隠匿していた事実から矢走警部は強盗団がその空き工場に救っているのではないかと想像したそれを確かめるには夜の方が明かりが漏れるということもあるしあるいは闇に乗じて出入りするものがあるかもしれないと考えて彼は日が暮れてから腕利きの鳥山刑事を連れて出直してきたのであった鳥山刑事は工場の裏口に。 山尻警部はトタン兵の影にうずくまって互いに予備校を合図に馳せよる手配になっていた潮なりのように響いてくる小線電車の音と遠くで吠え立てている犬の声の間にどんな小さな音でも聞き漏らすまいとして全身の神経を集めていた山尻警部の耳に突然空き缶でも蹴ったような音が聞こえてきた闇の中を透かしてみると川べりの地面がムクムクと膨れ上がってきた 矢走警部はそばへにじり寄って呼吸を殺していた昼間見た時炭原や空き缶などを投げ込んであったゴミ捨て場からゴソゴソと黒い人影が這い上がってきた矢走警部はムンズと男の腕をつかんで「待て!」と鋭く叫んだ男は声も立てず育児なく膝をついてしまった こいいつ対のないやつだ。どうした懐中電灯に照らし出された男の顔を見て矢走警部は驚きの声を上げたそれは3日前から行方不明になっていた細川で青ざめた前びたりに頭髪が乱れかかり全身泥まみれになっていたおいしっかりしろ矢走警部は細川の肩を揺すったが 彼はうめき声を上げただけで立ち上がる気力もなかった呼び笛の音に鳥山刑事が走ってきた2人は細川を表通りまで連れ出してタクシーに担ぎ込んだちょうどそこへ巡回中の戸塚署の巡査が通り合わせたので矢走警部は細川を鳥山刑事に日比谷署へ送らせ自分は戸塚署の応援を得て空き工場へ引き返した。 細川が這い上がっていたゴミ捨て場から秘密の通路が工場の炊事場の地下室に通じていたそこには石炭置き場物置きそれから溶鉱炉や細工台などを備え付けた仕事場があって貴金属の細工でもしていたらしい形跡があったが警官が踏み込んだ時にはもう誰もいなかった飢餓と疲労のために昏睡状態に陥っていた細川は 医師の手当てで意識を回復し自身が日比谷、自身が日比谷署に収容されていることに気づくと、どうか、タマコを救ってくださいあの鬼のような奴らが、タマコをリンチしようとしていると叫んだ。タマコという女はどこにいるきっと、あの脇工場に監禁されているんです。僕はこんなことをしてはいられない。 まあ、気を沈めたまえあの脇き場には誰もいなかった君はどうしてあんなところにいたのだね山尻警部は興奮して起き上がろうとする細川を制しながら言った林玉子を救い出すつもりで言ったのです僕が小田原から帰った晩林玉子から速達が来てそれには圧巻にペンキ屋の2階に監禁されているから 一刻も早く助けに来てくれとあったものですから、記してあった通りの道順を頼って小滝橋の近くの路地を入って行ったのですが、ペンキ屋はあっても二階屋ではないのです。しかし、他にそれらしいうちも見当たらなかったから、出てきた男に聞いてみました。すると男は、心当たりがあるから案内してやると言って私を空き地へ連れて行き、不意口をくらわしたんです。それで、 正気に帰った時にはあの地下室に投げ込まれていたのです君は何か思い当たることでもないかね誰かから恨みを受けているというようなことはいくら考えても思い当たることはありませんもっともその前の晩にもアパートの前で2人の会館に襲撃されましたその時は人違いされたのだろうと思っていたのですが 今考えてみますと、やはり同じ仲間ではないかと思われます。とにかく、全然僕の知らない男が二人、代わる代わるやってきて、林構造から預かった品物のありかを白状しろと言って責め立てるのでした。しかし僕は、林から品物などを預かった覚えはないのです。林玉子は、やはりその一味で、 君を騙してその場所へおびき出したというわけだね断じてそんなはずはありません僕が投げ込まれていた石炭車の隣の部屋にタマコも監禁されていたようですけれども昨夜以来ぱったりと声が聞こえなくなったので僕は気がかりだったのですが戸口にも見張り板が立っているのでどうすることもできなかったんです細川を監禁した男たちは 三日未晩食事も与えず一睡もさせずに細川を攻め続けていたがどういうわけかその日の夕方急にいずれかへ引き上げてしまった闇の中に取り残された細川は辺りに漂っていた煙草の香りをたどって彼らの通っていた秘密の通路を見出し泥の中を這うようにしてようよう川べりのゴミ捨て場へ抜け出たのであった。 小包の秘密細川の陳述を聞き終わった矢走警部は12時近くであったにもかかわらず四谷塩町に鎌倉夢子の自宅を訪問しため子はまるで彼の来訪を予期していたようにすぐ玄関脇の応接間へ導いたエレベーター事件のことでおいでになったのですねおっしゃる通りです あなたは細川に身を隠すように忠告されたそうですがそれはどういうわけです細川が犯人でないことを知っているからです細川を自由にしておけば早く犯人が明かると思いましてあなたは何でも知っているようですねいくら商売柄でもまさか駅で見つかすというわけではないでしょうな一体 誰が犯人だというのですそれをきっぱり申し上げることができるようならあなたにご足労を煩わすまでもなく私の方から警察へ出頭します林たまこですかいいえとんでもないしかしあの晩遅く林たまこが細川の事務所を訪ねたと警察へ密告したものがあります そして林幸三はあの建物内でほぼ同時刻に殺されています細川と林玉子に疑惑が向けられるのは当然ではないですかそれをあなたが否定なさるにはよほど確実な根拠があるのでしょうな警察がこの殺人事件の動機を三角関係と見たのがそもそもの誤りです細川と玉子は兄弟ですよ え、兄弟。そうです玉子は細川の亡くなった父親が上海である女に産ませた私生児なんですついでに私の知っているだけのことをお話ししますが玉子の夫の林幸三というのは元来日本人ではないのです林はかつて共産党の有力な幹部だったのですが 結婚後転校したために仲間の恨みを買いあちこち逃げ回った挙句2年前に日本へ亡命したのです私は最近にその頃の同志の一人劉安征という男が日本に潜入したという噂を耳にしましたので林を刺したのはその一味の仕業ではないかと想像しているのでございますなるほどしかし 裏切り者に対する復讐以外にその犯罪には利欲問題が絡んでいるのではないですか熱海の林の住宅は何か探し物でもしたように狼藉を極めていましたし秋工場の地下室に監禁されていた細川は林から預かった品物の所在を白状しろと責められたといいますが何か心当たりはありませんか 林から預かった品物というんですねちょっとお待ちくださいゆめ子は隣室から朝ひもを十文字にかけたはとろん紙の小包を持ってきたすっかり忘れていましたがちょうど今から1か月ほど前に林が突然訪ねてきましてしばらく預かっておいてくれと言ってこれを置いていったのですことによると そちゅうがさがしているのはこれかもしれません紙包みをひらくと5寸四方ほどのビロード張りの箱があらわれた無造作にふたをひらいたゆめこは驚がくの声をあげたそこには赤緑紫色とりどりの宝石があやしく呼吸していたこれだ 昔から宝石は幾多の血を流すといわれているこれに血がいない矢走警部はため息とともにつぶやいたこんな貴重品を預けていったとは夢にも思いませんでしたこれは当の財産だったかもしれません林はこういう品物に投資する男ではありませんでしたからこれは大連の成長宝石店で 赤色ギャングに白昼強奪された品らしいです。あるいはそうかもしれませんね。いいことを思いつきました。私はきっと林を殺した犯人を捕まえてお目にかけます。それにしても心配なのはタマ子のことでございます。差し当たり身に危険が及ぶようなことはないでしょうが、警察の力で一刻も早く探し出していただきたいと思います。 と夢子は言ったイボ警察では工場裏の空き地で殺されていた西亀吉の身元を笑っていくうちに彼がタコという共産党員と頻品と往復している事実を突き止めたタコは小田原の町外れで先人土工の合宿所を経営している男であった。 そんなわけで翌日の創業警官の一帯が小田原の合宿所を襲って熟睡中のタコを逮捕するとともに偶然にもそこに監禁されていた林珠子を発見し救い出してきたのであった珠子は矢走警部の取り調べに対して次のように語った「私ども夫婦は日本へ参ってようよう安住の地を得たと思って喜んでおりましたのに」 この1ヶ月ほど前からまた上海時代の連中につきまとわれ家庭の平和まで脅かされるようになったのでございます私はいっそ警察の庇護を受けた方がよいと勧めたのですが林はそうまでもなりきれず反問に反問を重ねてこの説は極度の神経衰弱にかかっておりました事件の起こりました3日前に 突然東京へ行ってくると申して家を出たきり帰ってまいりませんので私は心配のあまり細川に相談するために小田原で会う約束をしたのでございましたするとその朝出かけようとしているところへ日頃から谷のように林につきまとっておりました龍という男が手下を連れてきて林は唐の制裁を受け 半死半生の状態でポーションに収容されているから引き取りに来いというわけで私は自動車で連れ出されたのでございます珠子は当時の恐怖と不安等を思い浮かべて身震いをしたあなたが連れ込まれたのは小滝橋の近くの空き工場の地下室でしょうあなたはそこで細川をおびき出す手紙を書いたのですね あれは脅迫されて書いたのだございます龍は私が機密の箱の所在を知らないのを見抜き細川が保管しているものと思ってああいう手紙を書かせたのでしたあなたはご主人が変死されたことをどうして知りました地下室に関係されている時見張り番をしていた西という男から聞きました林は 東京市内を逃げ回った挙句思案にやまって細川のところへ相談に行ったと見えます。その時、後をつけていった竜にエレベーターの中で刺されたのだそうです。西を刺したのは？西も本当にかわいそうなことをしました。やはり竜の手にかかって死んだのでございます。西も。 林と同じようにあの仲間から足を抜こうとして、どうしても抜けきれないでいたのです。西は私に同情して、二日目の真夜中に龍とタコがルスの間に私を地下室から逃がしてくれたのでございます。ところが運悪く工場のトタン壁をくぐって空き地へ出たときに龍が帰ってきて、西はその場で刺殺されてしまい、私は再び捕らえられて。 小田原へ連れて行かれたのででした。それで西の死体のそばにあった帽子の謎が解けたやつらは細川に罪を着せようとたくんだのだだが不思議なのは西の甲冑にあったダイヤのネクタイピンだまあピンをそんなところへ隠しておりましたか西は林の死骸からダイヤのネクタイピンを取ったのだそうですが 外へ出てから私に返すと言っておりました。多分竜が不意に飛び出してきたので、慌てて口の中へ隠したのでございましょう。玉子の説明によって一切が判明した。ちょうど彼女の陳述が終わったところへ、細川と島子が連れ立って迎えに来た。島子はよろめくように椅子から立ち上がった。珠子を抱き寄せて。私は？ あなたのお姉さんよ。と優しくささやいたそして細川を振り返って「あなたは随分旧式な見え坊ね。私余計な心配をしてしまったわ」とにらむまねをした細川は亡き父の不貧乏を明るみへ出すのを恐れこれまでたまこという居ぼまいのあることを世間に非していたのであった 不可能餌。小田原で逮捕されたタコは党の裏切り者林高原および西亀吉に対するリンチの顛末を逐一自白したが主犯格竜の行方は依然として知れなかったちなみに彼ら一味は小滝橋付近のペンキ屋をねじろとして貴金属専門の盗賊団を組織し造品は秋工場の地下室で地金にいつぶし あるいは加工して市場に販売し当の資金を調達していたのであった矢走警部は窓際のテーブルに頬杖をついて意外な結末を見たエレベーター事件の経過を思い浮かべていた玉子は細川のイボ米とすると玉子の生みの母は誰だろう鎌倉夢子はあまりに何でも知りすぎているそんなことを考えているところへ 東の夢子かかから電話がかかってきた。今日午後2時から3時の間に半蔵門の若葉喫茶店で犯人を捕らえていただきますその男は多分1時半ごろに電話を受けその後でコーヒーを注文し飲んだ後の茶碗を皿の上に伏せておくはずですそれからしばらくしてもう一度電話口へ出てから今度はイチゴを注文しますから。 それを食べ始めたところを逮捕してくださいよという奇妙な申し出であった一体それは何ですかそんなに都合よく犯人を踊らせることができるのですか矢走警部は夢子という女の漫画じみた風采を思い浮かべて笑いを噛み殺しながら聞き返した彼女はいつも着物を少しツンする天に着てその上に黒い皮膚を羽織り まじりの頭髪を頭のてっぺんにカタツムリのように巻いている「細工は隆々万事心得ていますから間違いなく私の言うとおりに押しなさいよ」ゆめ子はご選択でもするように言うだけのことを言ってさっと電話を切ってしまった矢走警部は少し馬鹿げていると思ったが犯人の消息が幾日も知れないでいる矢先だったので もしやという気持ちにつられて指定された場所へ出かけていくことにした彼は刑事部屋を覗いてうどんを食べていた若い刑事に「おい春山君茶を飲みに行こう」と言った春山は珍しいことがあるものだというような顔をしてハンカチで口の端を拭いながらずんずん表へ出ていく山尻警部の後ろについていった。 茶店ならすぐこの横丁に新しいのができましたが春山はタクシーを呼び止めた矢走警部の後ろから声をかけたいやもっとシャンのいるところへ連れて行ってやるよ矢走警部は笑いながら先に立って自動車へ乗った彼は女駅舎の電話などを信じて後で物笑いになるのを恐れて部下にも目的を沸かさなかったのである 若葉喫茶店の一隅に陣取った2人は紅茶をすすりながらかなり立て込んでいる店の中を見回した女給がいないので金ボタンの爪入りを着た少年が給仕をしているのを見て早くも何事かを察した春山刑事は矢走警部の視線を追って出口に近い白竹の影のテーブルを観察したそこには濃いあごひげを蓄え黒眼鏡をかけた256の屈強な男が 人顔にタバコの煙を上げていた男は給仕の言葉にうなずきながら電話室の方へ立っていったしばらくして元の席へ戻ってくると給仕にコーヒーを命じた以下夢子が電話で伝えた通りの行動をとった矢走警部は春山刑事に目くわせをして男がイチゴを食べ始めた時 左右から不意にその腕をつかんだ竜神妙にしろ矢走警部は素早く男のあごひげをむしり取ったあごひげと黒メガネの下から上海 NS 共産党在留委員劉安征の人相書き通りの顔が現れた彼の手首に冷たい手錠がガチリとなった ヤバスリケイ部が大取り物に胸を踊らせてひびえしへ引き上げると、五分ばかりして鎌倉夢子がにやにや笑いながらやってきた。ありがとう、実に素晴らしいおたがれでした。一体どういう計略であの男をロボットにしてしまったんです。ヤバスリケイ部は年寄りのような服装をしていながら子供のような茶色の瞳を持った不思議な女を今さらのように見直した。 何何造さないことでした。これが負荷の餌だったんですよ夢子は旧式なハンドバッグの中から小さく折りたたんだ新聞紙を取り出して矢走警部に渡したその広告欄に「忠告林高原より委託されたる品を権利者にお渡しいたしたしご本人は負荷と名乗り午後1時より2時までの間に」 半蔵門の若葉喫茶店にて電話を待たれようと終わったなるほどこの新聞広告はいい思いつきでしたあなたのご尽力は実に表彰に値しますなあに大したことはしませんよ私はあの向こう側のお蕎麦屋から電話をかけていたんです散財といえば森りそば一つと広告料だけ そそれでででですすすのののだううちをしたたんですかか。ら、いいものですよ。ななるるほほど、なるほど、そういうわけだったのですか矢走警部は夢子が「娘婿」と言った言葉から細川の父親が20年の昔上海で関係を結んだ女性が何者であったかを知り ゆめ子がこの事件の解決に力を注いだ理由をはっきりとつかむことができたのであった。